あんまり投稿してない、写真とかも上げてないから、まあなんか昨日とかもさ、配信ができなかったから、何かしら上げたいなと思ってたんやけど、結局ね、なんかいい写真がないのと、まあ、内容どういうツイートをしよっかなみたいな感じでめっちゃ考えとったら、いつの間にかもう11時とかなっとって、あ、もうさすがにちょっとやばいなと思ってやめたんやけど最近ツイートするネタっていうか、なんか なんてツイートしたらいいかわからなくなってきた、だんだん雨やばいよね。みんなも本当に気をつけてください。私もなんだっけ、一昨日の配信でも言ったけど、本当に多分今からね、またこう雨雲が結構なんか日本列島に沿うようにしていくらしいの。だから本当、まあ九州も今すごいけど、四国とかの方もなんか結構雨やばいらしくて、まあ、九州の今一番やばいけどね。だからなんか大丈夫なのかなって思ってる今正直。だって結構さ、なんだっけ、電車とかも止まってるじゃん今。明日明後日で動くのかなっていう正直不安なところがありますなんかブスすぎてびっくり、自分のこと。まあ前々から思ってたけどさ、なんか今日特にドスっぴんすぎん、眉毛があんまり見ない、こっち側めっちゃ眉毛見えるんやけど、なんで恥ずかしいそう、一日ざわざわ言っとるよ本当にさ。なんか新しいやつのグッズめっちゃ可愛い、なんだこれ、すごい、初めて見た。もう今はテレビはもうあれやろ、大雨の情報ばっかり怖いよね。そう、チームグッズのやつ、あれって K4 やから青なん？私白と青のさグッズめっちゃ好きやから、グッズってか色の組み合わせって言ったらいいの、白と青めっちゃ好きなんよ。水色とかもそうやけど、めっちゃ嬉しい。なんで K4 ってでもなんか青なんだろう、嬉しいけどさ。一日中アニメ見ながらゲームしちゃったしゅんさん、クマのぬいぐるみありがくま、しゅんさんクマのぬいぐるみありがとう。あ、そうなんだ、じゃあ私の好きな色だ、嬉しい。なんか今日なんか老けた、私老けたよな絶対、なんか老けたびっくりするぐらいなんか自分老けたんやけど、どういうこと、この数日何があった。私スイちゃんが提案した推し、なんだそれ、タオルか、推しタオルスパイファミリー極めた、嘘、よかった、こんばんは。そんなことないや、いやでもなんかずっと自分の顔見たらなんか老けた。なんか今までさ、まあ、すっぴんでやりよったけど、眉毛とかは描いとったけどさ、こんな、なんか顔色悪くない今日、えなんか顔色が悪い、ええ、びっくり自分でも、どういうこと、何事、そんなことないよ可愛いよって、それ片言で打ったらね、そう思ってるのと一緒なんやね、思ってるけどそんなことないよって言ってるライトのせいなんかな、ライト今な、女優ライト使ってるよ、これなかったらちょっとあれないけど、この白いやつ、これなかったらもう目に光ないけん、死んどるみたい、眩しい、なんか顔色悪、もうちょっと離れよう、なんか近すぎて恥ずかしい、まあ多分正面やんな、
おもろ老けたとか言って、あんまり近すぎると逆にこう穴が目立つからもうちょい離れとくわかゆい。顔は嫉妬してないよ全然。なんてツイートしようかな。本当にね、ツイートのネタが全然浮かばん、思い浮かばん。しかも写真もさ、言うてそんな最近撮ってないからさ、あの前の写真とかしかないわけよ結局。でさ、前の写真をさ、その何、携帯変える前の写真はいっぱいあるから、あの、まあ、画質はちょっと落ちるけど、まあ、載せても全然いいんやけど、やっぱり新しい方を載せたいと思ってしまう。でも新しい方あんまり撮ってないから、まだ言うてそんなにっていうのがねある。ポッポー、こんばんは。唐揚げは食べてないよ。なんで、なんで唐揚げ。本当は直接せいちゃんに今日会えてたって考えたら寂しくなったもん。確かにそうだよね、本当だったら。でもわかんないよ、もし、まあ、コロナが出てなかったとしても今日とか昨日とかやっぱ九州の方雨がすごいから、ワンチャンもしかしたら来れてなかった可能性もある。だから電車とか止まってるしね今。だって西鉄電車はさ、線路のあれが道路だっけ、なんか土砂崩れじゃないけどちょっと崩れて今動いてないからね、西鉄電車。だからまあね、なんかこうタイミングが良いのか悪いのかよく分からんけど、なんか電車が止まるぐらいってなったらさ結構やばいよな。普通に雨の量もやばいけど、だからみんながまあそのなんて言うんやろな、そのまあもし開催されとったとしてもみんながやっぱ危険な目に遭うわけやん。帰る時とかもし止まっとったらさ、え、帰れんやんみたいになるし、まあそのホテルに帰る人とかもそうやけど、まあ交通のね、交通機関が全部止まっとったら、まあ、タクシーとかでさ結構お金がかかったりするわけやん。だからまあみんなが危険になるよりかは、まあその前に延期になっとってよかったんかなとかは思う。どっちにしろあったとしても今日多分ね、こういう状況やからね、全国的に雨がすごいっていうのもあるし、特に今九州がすごいから、なんかねずっとあの速報が、速報なんていうんだっけ、警報、携帯のさなんかそういう災害の時さ警報が鳴ったりするじゃん、警戒レベルが上がったりした時に。そういうのが結構鳴ってて携帯で、それで朝とか起きたりする。何の音だと思ったら携帯が鳴っててな。しかもワイ2台持っとるからさ、こう今使っとるやつと前使っとった携帯もう払い終わったから、今アラーム代わりで使っとっていつも枕元に置いとるから2台とも鳴ってな。びっくりしたマジで。心臓に悪い朝やったわ。だからまあみんなもまあ心細いとは思いますけど、本当にあの注意してください。でまあ仕事とかに行かなきゃいけないっていう人はまあしょうがないけど、極力あんまり外に出ないように、あんまりこうあの雨がすごくなくてもね、その何時間何分か後とかにめっちゃ降ってきたりする時とかもあるし、本当にお気をつけください。あとニュースを結構ちょこちょこ確認しとかんと危ないんで。なんか私の家の近くではないけど、まあちょっと大きい 川が流れとるんやけど、そこをね、ニュースやったっけなで見た時に、まあ、ちょっとねもう水かさがめちゃめちゃ増しとって危ない状態やったから、怖いなと思いながらもね、なんとかまだ氾濫はしてないから大丈夫なんだけど。 Wi-Fi 接続でも警報ない、え、そうなん、え、 Wi-Fi 接続したら逆にならんとかある、え、私それ知らんかった。
そもそもそれを知らない。まあだから本当に、なんかこう結構ニュースとかでも言っとるけど、命を守る行動をとってくださいって言っとるけど、本当に本当に他人事じゃないんでね、本当に皆さんお気をつけください。自分のとこはあまり関係ないやと思っててもね、もしかしたらその雨雲が自分の住んどるところに来て危ない状況になったりする可能性もあるのでね、まあ今はまだ来てないからいいやって思ってる人も十分ご注意ください。あ、モバメ来た、嘘、さっき送ったんよなんかいつもな、送ろうって思うよ、送ろうって思って、まあ、携帯の画像フォルダを開いて、いつも画像フォルダから、あ、この画像にしようと思ってメール送るんやけど、なんて送ろうかなっていつもめっちゃ迷うよ。どういうこと書こうかなみたいな。なんか Y って結構本当にバカ正直やからさ、変なとこ、なんかその会った一日会った出来事とかを、なんか今日はこれがあったよみたいな、でこういう気持ちになったよとかさ、例えばまあ今日は外を散歩してる時にちっちゃい子がおってめっちゃ癒されたよみたいな、そんな感じのいつもモバメとか、なんかまあお知らせがあったらお知らせとか、いつもなんかこう本当何気ない日記みたいな感じで書いとるんやけど、なんかこう一日なんもない家中、家にずっとおるとさ、なんて書こうってなるんよ。でも別にさ、まあ嘘じゃないけど、まあ今これにハマっとるよとかさ、そういうのは言えるけど、なんか毎回同じ内容になるのもなーみたいな感じやし、別に最近なんかこう新しいことを始めたかと言ったらそうでもないしだからね、なんて書こっかなってめっちゃ迷うんよ。で迷った挙句、最初に今日送ったのがその一通ですそうだから、まあ許して、めっちゃ悩んどるんやなって思って、こん時マジ送る気持ちはめちゃめちゃある、送りたい気持ちはめちゃめちゃあるんやけど、なんて送ろうかなっていつも迷っとる。ごめんね、本当に申し訳ねっす、みんなには申し訳ないなと思いながらもめっちゃ考えとる。チャ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 、みんなは何してましたか？昨日とかみんな何しとったん？私本当は配信しようと思ったんよ。でまあ配信できない状況になっちゃって、まあ結局昨日はできなかったんだけど、寝てたまあでもずっと家におったらさ、あんまりやることないよね「スパイファミリー一気見した」おもろいよな。私まだ7巻見てないんやけどさ7巻はまだ見てないんやけど、6巻までもう一気に見て、めっちゃおもろいよな。なんかこう食い違いじゃないけど、あ、そう、公式の、そう、そうなんよ。公式、それを言おうと思っとった。昨日な、あ、昨日やない、おとといか、おとといさ、マネージャーさんにさ、身長のこと、LINE したって言っとったやんか、配信のしとるときに。ほんで、まあ、すぐには変更できんと思っとったから、いつでもいいんで、そのなんか、次変わるときとかでもいいんで、やっとってください、みたいな。これ、書いといてください、みたいな。そしたら、すぐに対応しますって来たけん、え、そんなすぐにできるもんなんやって思ったら、もう次の日じゃないけど、まあその時にもう気づいたら変わっとった。222日目ありがとうございます。え、これめっちゃありがたいな。私さ、めっちゃ不安やったんよ昨日やらんで。一日本当にこれ毎日配信のあれ日数継続されるんやかって思って、でなんか昨日何回もその継続チケットがな、使われたか使われてないか見れるんよ、ワイが自分で。んで何回も見るけど3枚からずっと減らんのよ。だから、あ、もう絶対終わったわと思って、でまあ今日配信始める前に確認したら、ちゃんと使われとっとけ、あ、よかったと思ったけど、
本当にこれもうまた1日目からになったらどうしようって思っててな、ずっと不安やったわ。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま、セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。そう、自動でそのやらん日にチケット消費されるから、近づきすぎたらいかんよ。これ眩しいよな。でもこの、いや、それが8月3日から、8月入ってからすぐに導入されたやつやから、まあまあ知らん人もおるちゃおると思う。何枚まで使える？今んとこ3枚しか配られてないけど、あと2枚使える。だけどもしそのあのコロナの注射、予防注射を打った時に、まあ、熱が出てちょっと1日目はしんどいってなったら、まあ、お休みとかできるっちゃできるって感じ。すがじいさん、クマのぬいぐるみありがくま、すがじいさん、クマのぬいぐるみありがとう。まあでもこの時期やっぱしょうがないよね、そういうね、あの注射に注射打って副作用みたいな感じで、あの熱が出たりするからさ、やっぱ熱出たらきついやん。で、まあ、寝っ転がって配信も全然いいと思うんやけど、やっぱりこうボサボサの頭でさ、まあ、顔を出さなくていいならいいんだけど、ショールームって絶対顔出さないといけないからちょっと難しいよね。女の子やったら特にこうちょっと嫌だよね、こうさ、なんかそういうボサボサの姿を見られたくないよね。当日よし、オッケー。めっちゃ溜まっとんだ、メールが。そう、副反応はまあ人それぞれやから、まあもし高熱が出た時とかね、危ないなと思って。そういうインスタライブとかあったら全然顔も出さずに全然いいんやけど。え、待って、なんだこれ。なんかやらないかね、顔出さずにラジオ。でもそれは多分48グループじゃないと思う。私たちはそういう、まあ、ルールみたいのがあると思う。あんまりラジオ配信したことないんだけど、こっちで。多分ラジオ配信ダメだった気がする。予約はできたよ、あのワクチンは。だから8月の、後半ぐらいかなに打ちに行くんだけど、まあそれがもう本当にどうなるか分かんないから。もう一回言ってるやん、ちゃんと。ドドドタキ。うん、山本浩平さん、クマのぬいぐるみありがくま、山本浩平さん、クマのぬいぐるみありがとう。あー、でもなんか1回目は結構か筋肉痛みたいな感じで感じる人が多いっていうか、まあ人それぞれやけど、本当になんかそれも聞いたお友達から。ということで15分経ったんで、そろそろ終わりたいなと思います。皆さん急ですが、まだご飯食べてないからご飯食べるわ。すいません。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま、チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。トシボーさんも、クマのぬいぐるみありがくま、トシボーさん、クマのぬいぐるみありがとう。
てか集団接種の会場でやったんやけど、会場の作りが握手会の会場まんまで笑ってしまった。山本浩平さんタワーありがとう。山本浩平さんタワーありがとう。ごめん、ちょっと今日ホワイトボードがないけん、お返しはまた今度でもいいですか。本当にごめんなさい。明日するわ、じゃあお返し。明日は見に来れそうかね。親戚のおばけゃみたいな言い方した。明日見に来れるかな、まあ、時間帯によると思うけど、多分夕方ぐらいにできるかなと思います。明日すいません、ありがとうございます。ということでランキング読んで終わりたいと思います。はい、多分これランキングでも多分もう少ししたら変わるよね。もうちょっと待っとこうかな。じゃあ変わってから読もうね。いつ変わるんやろこれって。いやー、めっちゃ足の裏になんかゴミがつく。変わった？まだ変わってない？あれ？変わった？あ、本当変わった？じゃあ読みます。13位あきさん、12位ちゃかさん、11位あ、もうね、今変わったやん、おい。もう一回読みます。13位こまこまさん、12位中野のけんじさん、11位ほえさん、10位フェリーニさん、9位あゆそんさん、8位みやなおさん、7位かみさん、6位すがじいさん、5位ちゃかさん、4位せりさまさん、3位としぼうさん、2位しゅんさん、そして1位が山本浩平さんでした。ありがとう。ごめんね、こんな超ドスッピンで本当にごめんなさい。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さん、ありがとうございました。ではまた明日夕方ぐらいかな、多分配信できるとしたら配信したいと思います。ありがとうございました皆さん。気をつけてお過ごしください。ではバイバイ。